消費者安全情報総括官は日本の官職の一つ。消費者安全情報総括官は各中央省庁に設置され、消費者保護に関する情報を統括する職として位置、続けられている。日本国民の生命、財産に影響を及ぼしかねない、自己情報などの収集、問題分析、対応立案、情報提供を実施することで国民生活の保護を図っている。 日本の管制では局長級のポストとされている。第91代内閣総理大臣、福田康夫が提唱した消費者保護重視政策に基づき2008年に新設された官職である。従来の中央省庁では消費者保護の責任者が不明確であり、対応の遅れや情報の異論が発生しかねないとされていた。そのため、この職を新設することで、 消費者保護の責任者の明確化を図り、消費者問題への迅速かつ確実な対応を、期としている。福田康夫内閣では、2008年2月に、食品危害情報総括官ポストを新設し、内閣府2名、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、各1名の体制を敷いてきた。このポストは、食の安全に関する情報を統括し、 国民生活を保護する職であったが、消費者安全情報総括官は、対象業務を職の安全から消費者問題全般に拡大し、機能を強化したものである。また、食品危害情報総括官が一府三省、体制だったのに対し、消費者安全情報総括官は一府六省一、超体制となっている。各中央省庁の消費者安全総括官が集まる。 消費者安全情報総括官会議が設置されており、政府内での情報の共有化を図っている。消費者庁の新設後は、消費者庁を中心に各省庁間で連携を図り、消費者問題の情報の一括管理を進め、政府一体での消費者保護を実現するとされている。2008年の消費者安全情報総括官会議では、 消費者行政推進担当大臣の野田聖子らも出席し、ミカサフーズの自己米転売問題などが取り上げられた。日本国外でも先進国を中心に同様の感触が置かれている。ありがとうございます。